鉄拳は1994年に稼働を開始したナムコ初の 3D 対戦格闘ゲームである。1980年代末期、それまで 2D のドットで表現されていたビデオゲームは一つの大きな転換期を迎える。 3D ポリゴンによるゲームの立体表現である。米国アタリ社などからはすでにいくつかの製品が発売され、日本でも稼働していたが、ナムコは国内のアミューズメントメーカーとしてはいち早く業務用ポリゴン基板システム21を完成させ、 3D レースゲームウィニングランをリリース。大きな話題となり、日本における 3D ビデオゲームの先鞭をつけた。一方、1990年代初頭、アーケードゲーム界には本格的な対戦格闘ゲームが出現。一大ブームとなっていた。ナムコも1993年にナックルヘッズによって 2D 対戦格闘ゲームに参入。各社が様々なタイトルを開発し、対戦格闘ゲームは一過性ではなく、新たなジャンルとして確立した存在となっていた。新たな人気ジャンルの出現と新技術の登場によって活性化したアーケードゲームシーンに、 3D の対戦格闘ゲームが誕生するのは当然ともいえる流れだった。またナムコ研究部はポリゴン技術のさらなるリアリティ表現の向上を目指し、新たな基板システム22を開発。それまでのフラットシェーディングという板を貼り合わせたような表現だった 3D モデルに、テクスチャーマッピングや角を滑らかに描画するグローシェーディングなどをリアルタイムで行える技術の登場により、さらにリアルな表現が可能となった。ナムコ社内ではこのシステム22を使用した 3D 対戦格闘ゲームの検討が行われていた。しかし、小型のビデオゲームに搭載するには課題も多かった。その時期と同じく、ソニーから新型ゲーム機プレイステーションの発売に合わせたソフト開発の打診があり、ナムコはそれに合意。同時に技術協力する形で小型ビデオゲームに適した新たな業務用基板システム11が誕生した。これによってカムイと名付けられた 3D 対戦格闘ゲームの開発が本格的に開始されることとなる。開発は急ピッチで進められ、1994年9月21日アミューズメントマシンショーでナムコ初の 3D 対戦格闘ゲーム鉄拳が発表された。10月にはエレクトロニクスショーでプレイステーション版もプレイアブル展示。同年12月にアーケード版が正式に稼働開始された。試作段階からブラッシュアップを経て完成した鉄拳のキャラクターは、それぞれの特徴がかなり誇張されたものになっている。これは当時のゲームディレクターの意向もあり、プレイ中の視認性の高さなどを考慮に入れた上で記号として目立つように設計されたためである。結果としてプレイヤーに強い印象を与えるキャラクター造形となった。キービジュアルは映画のようなストーリーを思わせるパノラミックな構成を念頭に、個性的なキャラクターたちが配置されている。ゲーム画面用のものとは別の 3D ハイモデルが使用された。いくつかのラフが制作された後、最終的なレタッチを経て完成された。当時はデータから直接製版するという工程もまだ一般的ではなく、出力されたカラープリントを原稿として従来の技術で印刷が行われたという。 2D ドットのゲームにおいては、ゲーム画面の表現が限定的であることをイメージ保管する意味で、キービジュアルは高精細なイラストが使用されることが常識であり、 3DCG ゲームが登場してからもしばらくは同様の表現が続いた。しかしこの頃からは
ゲーム画面の 3D 表現を商品の重要なアピールポイントとするため、 CG をキービジュアルに使用するケースが増えてくる。鉄拳はまさに過渡期のビジュアルと言ってもいいだろう。アーケード稼働開始からわずか3ヶ月後の1995年3月にはプレイステーション版が発売。さらにその年の8月には続編の鉄拳2がアーケードで稼働を開始する。さらなるクオリティの向上やバラエティに富んだキャラクターの追加、新たなフィーチャーなども盛り込まれた。その後、鉄拳はシリーズを重ね、長きにわたる展開を行うことになる。常にユーザーの求めるものを反映し、進化を続ける鉄拳は人気作となり、世界的にもトップの座を勝ち取った 3D 対戦格闘ゲームシリーズとなったのである。